出てきてください。主催者の毎日新聞社丸山様、お願いいたします。毎日新聞の丸山です。お疲れ様でした。おめでとうございます。では2問質問いたします。まず、今シリーズ4連勝という形で防衛を果たされました。この4局振り返られてのご自身のご感想をお願いします。はい、そうですね、振り回さすべてまない光景の将棋で、そうですね、どれも結構まあ中盤戦がまあ長い将棋になって、そうですね、判断がそうですね、難しいところが多かったかなというふうに感じています。まあ、これまではそうですね、2日制で、そうですね、そういった対抗系の将棋というのはまあなかったので、まあ、今回の総選挙戦でやっぱりそういった、考えてみると、いろいろ、なんというか、これまでと違った、その感覚を得られるところもあったかなというふうに、はい、思っています。はい、もう1点ですけれども、宿泊後にもちょっとお伺いしましたけれども、今回の防衛でタイトル戦は10連覇となりまして、前山15世名人の19連覇の史上最多記録となりました。そちらについてのご感想をお願いします。あ、はい、あ、そうですね、記録というのは、意識はそうしていなかったんですけど、逆に、なんとか意識してもなかなか目指せるというものでもないので、なんとか、光栄なことかなというふうに思っています。そうです、これまでのタイトル戦振り返ると、そうですね、やっぱり今苦しいシリーズも少なからずあったので、その中でもこういう結果を残せたというのは、やっぱり幸運もあったかなというふうには、はい、感じています。まず、視聴者からです。質問がある方は挙手をお願いいたします。指名された方は社名とお名前をお願いします。それでは挙手で、上野さん。中日新聞の大山です。本日はお疲れ様でした。まとめてございます。藤井先生が初めてタイトルを取られたのは、20年の3月だった、棋聖戦だったと思うんですけれども、その当時、藤井先生が自身で感じられていた、課題というものの中で、これはこういうふうに一番克服できたよというものがあれば教えてください。それからまたこういうことはまだ課題として残っている、こういうふうに一番克服していきたいということも合わせて教えてください。はい、そうですね、そうですね、当時のことはそれこそ、そうですね、覚えてはないんですけど、そうですね、序盤においては、そうです、当時よりも、なんていうか、いろいろな形に、対応する力が、少しずつ、ついてきたところはあるのかなというふうに思っています。ただ、そうですね、それでもそうですね、やっぱり、考えていても、判断が、つかない局面というのも、少なからずあるので、その点は引き続き、なんていうか、課題でもあるのかなというふうには、はい、思っています。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。すいません、山陽新聞の砂と申します。ですね、この度、
大山名人を、藤井先生超えられたわけなんですけれども、藤井先生にとって大山名人っていうのはどういう存在っていうふうに意識されてきたんでしょうか。あ、はい、そうですね、私自身はやっぱり、まあその、まあ、世代的にも大山先生とまだいぶ離れていて、もちろんまあ直接お会いしたりといった機会もないので、そうですね、やっぱりなんていうか、そういう伝説上のやっぱり方というイメージはあるんですけど、まあ、一方で、ただ、まあ、その奨励会時代に、その大山先生の棋譜を並べていたことがあって、まあ、それはまあ主にこう、相居飛車の小将棋だったんですけど、そうですね、やっぱりその何とか模型のやっぱり手厚さというのはまあもちろん、やっぱりまあ当時から何とか結構何とかまあ先進的な将棋を指されていたのかなという印象も あって、そうですね、まあ、その棋譜を並べたことは自分にとってはすごく、なんというかも勉強になることだったかなというふうに思っています。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。朝日新聞の村瀬です。タイトル防衛おめでとうございます。今回、この王将戦開幕まで対局が間隔がちょっと空いてたかと思うんですけれども、12月はおそらくまるまるないぐらいだったと思うんですけれども、この王将戦開幕するにあたってその対局間隔が空っていうのはこう実戦の感的にどうだったのかっていうところと、あと逆に研究の時間が十分取れたのかっていう、そのあたり の手応えと実際やってみてどうだったのかということと、あとまあこの4勝0敗というのはこれ以上ない成績だと思うんですが、このシリーズでは上出来っていうような受け止めなのか、このシリーズがどんなシリーズだったのかっていうことを、いいシリーズだったのかどうか、満足度みたいなことをちょっと教えてください。はい、そうですね、開幕前は、少しそうですね、対局が少ない時期だったので、そうですね、その間に対局飛車の練習をしたりという、時間は、しっかり取れたのかなというふうに思っています。で、そうですね、やっぱり、ちょっと対局の感覚が空いたこともあって、対局は、少し中盤で、時間を、使い捨ててしまったかなというところもあったんですけど、ただ、でもそうですね、全体としても一局、集中して、指すことができたのかなというふうに思っています。その試合全体通してみても、そうですね、2日制で、対抗系の将棋というのはこれまで、経験がなかったんですけど、そうですね、序盤からなんていうか、長い持ち時間を生かして、今までよりなんていうか、一手一手考えて指していくことはできたかなというふうに思いますし、そうですね、その点、自分にとってはそうですね、なんていうか、充実した、シリーズだったと言えるかなというふうには、思っています。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。立川経済新聞の長谷山です。本日おめでとうございます。質問2点ありまして、立川での王将戦も4年目を迎えまして、達人戦も始まって、もっと将棋の街みたいになったらいいなと思うんですけれども、何か師として指す人とか見る人が増えるようなアイディアっていうか、そういうのがあったら教えていただきたいのと、あと今回対局地でありましたオーベルジュ時と
あの地元の人にすごい憧れの場所なんですけど、居心地はいかがだったかとか感想を教えていただきたいです。はい、そうです。まず1点目についてですけども、そうです、また近しては本当にそうです、こう数年で本当に毎年この放送の楽曲を改善していただいていて、私自身が多分今回で3回目になるんですけど、本当にその盛り上がりを実感しています。で、そうです、また今年からはそうです、新しく都知事選の方もそうです、この決勝戦を始めとする対局を、こちら立川市で開催をされて、そちらの方は公開対局という形だったと思うんですけど、そうです、それと合わせて、なんていうか、いろいろな、なんていうか、イベントも開催していただいて、本当にすごくモファンの方、立川市の方に、勝利を身近に感じていただける機会になったかなと、はい、思いますし、ぜひ、それが今後も、続けばいいなというふうに思っています。で、その2点目についてですが、そうですね、対局がオーベルジュとキット、昨年こう新しく改良されたということで、対局前からすごくこういいところだというふうに聞いていましたので、そうです、私自身も楽しみにしていたんですけれども、そうです、実際に本当に伺ってみると、その機械以上というか、やっぱりすごく本当にこう洗練されたこう雰囲気があって、また本当にお食事もとても美味しくて、本当にこう素晴らしい環境の中でも対局をこうさせて、いただいたかなというふうに思っています。ありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ森川さん。NHK の堀川と申します。対局お疲れ様でした。2点あるんですけども、1点目がその去年のタイトル戦をこう振り返るときに、藤井八冠は菅井八段との叡王戦をこう課題としてあげていらっしゃったような印象が あるんですけども、今回その菅井八段とタイトル戦を臨まれるにあたって、何か意識されたことですとか、それがこううまく放送したようなことがあれば教えていただけますでしょうか。はい、そうです、叡王戦ではそうです、序盤でこうペースを握られてしまうという動きがあったり、またこうそうでなくても、中盤のこう難しい局面で、なんていうか、急所がこうつかめずに、時間をこう多く使ってしまったりということがあったので。そうですね、今回の王将戦に当たっては、そうですね、その点を意識して、そうですね、この練習将棋で、対抗型のこう経験を積んだり、そうですね、序盤の、なんていうか、今までの時よりも、なんていうか、深く考えたり、ということを、して、臨み、実際に それが何というか、今回生きたところもあったのかなというふうに思っています。